必ずやろう日本最高坂豊ですこの動画を見てなるほどと思ったらですねぜひチャンネル登録よろししくお願いいたしますまあそうは言ってもですねやっぱり深田萌絵さんを深く信じている人には私の今回のこともですね あんまり届かかないのかな、まあとは言いながらも深田萌さんのことを深く信じている人にはですね私のこの動画もですねあんまり届かないんだろうなとは思いながらもですね自分としてはできる限りですね自分の真意を理解してもらうために、まあ、誠実にねここで話をしようと思っていますので是非よろしくお願いいたします。さて前回ですね私が深田萌さんに関しての動画を上げた中で。 ウィルという媒体から私がいかに独立して、えー、言論やってるかということについて、えー、くどくどとですね、説明をいたしました。まあ、あれだけね、ずいぶんくどい説明をしたんですが、なかなかね、やっぱり分かっていただけない方には分かっていただけなくて、ウィルがね、 えー、その自分が述べたい主張の人のところに行って述べさせてて浅香さんはそこの中に入っているからウィルから言われて書いたんですねっていうそういう理解をしている人がいるんですがその理解は全く間違っています。ウィルは月刊誌についてこれ浅香さん書いてくださいっていうふうに言ってくることはありますが それは私が書いたブログ記事とかに対して、ああ、これに関係すること、もうちょっと深掘りして書いてほしいなって思うから、それで依頼が来るのであって、ね、何にもないところから、あんたこれ書いてくださいと言って指示をしてくることはないですし、 そもそも私の個人ブログとか、あるいはツイッターであげるような内容について、今回このことを書いて、あのことを書いて、なんてことは一切ないんですよってことなんです。深田さんはウィルがなんか官房機密費をもらうかなんかした上で、そういう工作をやってるんだと言っているんだけれども、私はそんな工作を受けたことはないですよ。 自分が思いついた時に思いついたまま記事を書いただけですよって話をしてるわけです。で、まあ、くどいというね、えー、ご意見があるのは私もね、理解はできます。ね、私も結構くどく説明してるなと思ったんですが、ではなんでそこまでくどく説明したかと言ったら、ね、いや、私はね、ウィルから独立して言論をしているだけで、そんなウィルから指令を受けてませんよということだけを単純に述べても、 まあそうやって言葉でごまかすんだよねみたいなことを思っちゃう人が必ずいるからだからそんななこことがないととがいいうことをこと細かに説明しただけの話なんですね、うん、そしてあそこまで事細かに説明をした場合に実際のね言論空間がそういうものとは乖離していましたってことになれば。 必ずどこかからですね、いやー、浅香さんはああ言ってるけれども、実際の言論空間は違うぞという意見が、まあどっかに出てくると思うんですけれども、まあ少なくとも私の目につくところでは、そういう話が一切出てこなかったので、まあこのことはですね、私個人だけでなく、一般に 少なくともウィルに関わる言論においては同じことが言えるというふうに言っていいんじゃないかなと、まあ、個人的には判断しました。で、前回の私のこういう見解に対して、まさかさん、そんなさまつな話はいいんだよ。もっと本質について聞きたいのにひどいじゃないかという、まあ、議論もあったりしたんですけれどもね。 まあそういう見解が出てくることは私も事前に想定していましたけれども問題はですね本質というものが何なのかということがそう思っている人たちと私との間で完全に乖離しているということでもあるんですねで前回も話したように最終的な結論というのは色々意見が分かれて出てくるのは それは当然のことだというふうに思っていて正しい考えをすればこの結論にしかならないなんてことは一般的にはないですよねと。ね所詮が私たちが一人ずつ見ている世界というのは全体の中のつまみ食い的な状況にしかなってないわけで。 その中で筋を通すとすればですがこういう見方がいいんじゃないのということは提示できてもね100正しいい真実を述べるなななんんててこここととはでできっこないよっよすだから自分と違う見解を述べている人に対して「あいつは売国奴だ」とか「あいつは中国共産党の手先だ」とかまあそういうことっていうのは軽々しく言うべきことではないんじゃないのってまあ私は思っているわけです。 で少なくともですねそういう言い方で相手を批判していくというのはフェアな議論ではないんじゃないかなというふうに思うんですが皆さんどう思いますかさてもう少し本質に迫っていこうと思うんですが深田萌さんのことを深く信じてですね深田萌さんを助けていかなければいけないというふうに強く思っている人というのはどうしてそう思っているんでしょうか ディープステートって呼ばれるような闇の権力とかねあるいはまあ国家権力とかねそういうものから深田さんは大弾圧を食らって自由な言論がなかなかできないようにさせられているのにけなげにも彼女はそこに立ち向かう勇気を持って真実の声を上げてくれているんだと思ってるからじゃないんですかってことなんです。 多分まだお分かりにならない人はお分かりにならないと思うので、もう少し加えると、ではそのディープステートなり国家権力なりの激しい圧力があると言っているそのお話が完全な架空話だったとしたら、あなたはそれでも深田萌さんを強烈に支援しますかということなんです。 私や白川司さんが TSMC の日本進出っていうことについてですね、肯定的な見解というのをほぼ同時にですね、述べたというのは、それはたまたまそういう記事が新聞史上に載ったからであって、まあそういうことに対してお互いに全然別々に独立して、それをいいだの悪いだのということを書いたら、 たまたま偶然意見が一致しましたってことじゃないんですかってことです。そういう形で私とか白川さんが、まあ、自分たちの見解をたまたまのほぼ同時の時期に表明したことについてですね、これは国家権力の陰謀だディープステートの陰謀だ中国共産党が裏で色々手を回しているんだみたいな話になるのは、 うーんどうううんんんどななだろうって思うわけなんですも、ね、深田さんも長年ウィルで書いてきたわけですから、ね、そんなことがあるわけがないっていうことはおそらく十分わかってるはずなのになんでそんなことを言うんですかねってまあ僕は正直に素朴に疑問に思うわけなんです。 で、私がですね、この TSMC の日本進出ということに対して、記事を書いたのはたった2回だけなんです。そして、1回目の記事は、そういう形で進出してきたことを私は歓迎しますという記事を書いたのであり、で、もう1回の記事はですね、 私のその記事に対して深田さんが猛烈に反発してね、いろいろ批判をしてきたわけなんですけれども、私はその批判が筋違いですよという反論記事をもう一回書いただけなんですよ。私は白川さんの場合ですね、どんなことが行われたのかはわかりませんが、官房機密費なんかを使うようなことまでやって深田さんを徹底的に叩こうという、 工作にししてはずいぶんしょぼくないですか本当にそんなことがそんな国家的陰謀とか国際的陰謀とか中国共産党の手先による工作みたいな形で行われたってどう考えてもそうは思えないんですけれども深田さんはそのように主張されています。 さて、またちょっと別の意見でですね、朝香さんは半導体の専門家でもないのに、いい加減なことをいろいろ言うなということも、まあそういう批判を受けたこともあります。確かに私は半導体の素人であり、そのことは100%認めます。ですが、私は政治の素人でもあり、外交の素人でもあり、エネルギーの素人でもあり、アメリカ情勢の素人でもあるんですよ。だとしたら、 私は、それらの問題すべてについて、言論活動をやってはいけないんですかってことなんですね。岡田さんの意見と全然対立するいい加減な意見が出回ってるんだけれども、保守派の知識人、言論人は、 そういうい言論を鵜呑みにしてですねそこから言論を引っ張ってきてあたかも自分の意見であるかのように主張しているんだっていう話をしていましたけれどもこれは前回私が言った通りでですすね当てはまらないんですよ覚えてらっしゃらないかもしれないんでもう一回繰り返しますが。 私は他の論客がどういう言論をやっているかというのはほとんどわからないんです。そんなのいちいち見てないってことなんですね。じゃあ浅香さんは一体どういうものに基づいて半導体に関しての見解を作ってるんですかって聞かれると思うんですけれども私は 半導体分野のスペシャリストである、服部トリ・先生とか、湯上隆先生であるとか、津田健二先生といった人たちが、事実関係として提出していることに基づいて、ふむふむそういうことなのか、という形で理解をした上でですね、その上で自分の言論を組み立てているにすぎません。 念のために言っておきますが、彼らが最終結論として出している言論と、私がこうじゃないのというふうに言っている言論が、完全に一致しているわけではなくてですね、結構対立した考えになっているということもあります。それでも、 彼らが差し出している事実関係というものを私は自分なりに冷静に読み取った上でその上で物事を考えているつもりなんですね。例えばですね、パナソニックが持っていた半導体部門を台湾の浸透鍵という会社に売却をしたみたいな話になった時に これは中国に軍事機密が流れるとんでもない売国的な政策なんだということを深田萌さんは主張されていましたけれどもこんなのは全く当てはまらないということを服部武先生は断言されています。で、私はその服部武先生がどういう根拠に基づいてそういう話をしてるんだろうということで まあ、事実関係を追っていった結果としてはうん服部武先生の言っていることの方が間違いなく筋が通ってるんじゃないかというふうに判断をしたわけですね。ですが深田萌さんのことを熱烈に支援している人は。 まあこの売却のことについて経済産業省に問い合わせをしたんだけれども全く問題がないということは分かりましたということを表明した長尾隆議員まあ今ねえ残念ながら落選してしまいましたから今は議員ではないですが長尾隆議員に対して必要な攻撃を加え続けていったんじゃないですか でそこには深田萌さんの言っていることこそが絶対に正しい長尾隆は売国度に決まっているという激しい思い込みがあったんじゃないですかそしてその根拠は深田萌さんがディープステートや国家権力によって不当にいじめられているその中でも正義の声をきっちり上げてくれているんだという。 強い思いい思込みがあったんじゃないですか私がこの問題が議論の本質だと言っている理由がお分かりになったでしょうか深田萌さんの用意したそういうレッテル貼りに完全にはまってしまったっていうことはないですか私が問いたいのはそういうところなんです。人を簡単にレッテルりして排除する議論というのは 私は極めて危険だと思っています。こういう形でのレッテル貼りによって、あいつはディープステートの手先だあいつは新自由主義者だという形で最初から偏見で見られてですね、私の議論というのを公正になかなか扱ってもらえないということで、まあ苦しんでるんですけれどもね、この状態が本当に 健全な言論空間の状態かどうかということを、深田萌さんのことを心から信じている人たちに真剣に考えてもらいたい。そんなふうに思っています。必ずやろう。日本最高。浅香豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。